こんにちは、書評家の宮カフェです、今日はですね、実は宇治市に来ておりまして、ちょっとここが宇治市であることがあんまりわからない風景だと思うんですけど、ちょっとですね、今日は宇治市が主催している源氏ロマン2022宇治十条スタンプラリーっていうのに挑戦したいと思います。ちょっとなんか京都らしい企画やった方がいいんじゃないって友達に言われて、友達と一緒に来ています。宇治十条スタンプラリーっていうのは源氏物語の宇治十条の舞台になった場所をこう巡ってこうスタンプラリーしていって、で全部巡るとなんか商品もらえるらしいんですけど、ちょっと私源氏物語がめっちゃ好きで、あとその最近妄想古文っていう本を出して、その中で源氏物語について結構がっつり扱ってるので、まあ、ちょっとその舞台を見に行こうと思います。せっかくなので YouTube でその宇治十条の舞台を説明していけたらいいなと思います。はい、じゃあスタンプラリー行ってきます。まずは JR の宇治駅から出発します。この日は紅葉ってわけでもないんですけど、結構葉っぱが色づいてて、割とこう綺麗な秋の行楽シーズンって感じの日でした。で、この宇治のスタンプラリーっていうのが実はすごく歴史が長くてですね、あの本当になんと今回で第28回というあの歴史あるスタンプラリーなんですね。だから人いっぱいいてびっくりしたんですけど、ちょうどこれがですね、一つ目の、東屋っていうところの関連する史跡ということです。あ、ここでちょうど東屋の説明看板がありますね。で、そもそも宇治十条っていうのが何かっていうと、源氏物語って実は54条、まあ今で言うと54巻ぐらいあるんですけど、そのうちの最後の10巻分、最後の十条のことを宇治十条って呼ぶんですね。で、なんで宇治十条ってその源氏物語の中でもこう分けられた感じで呼ばれているかっていうと、その最初の、源氏物語の冒頭部分っていうのは光源氏が、まあ、主人公なんですよね。なんですけど、その最後の10巻分だけ光源氏が死んだ後の話になるんです。で、その死んだ後、光源氏の息子である薫っていうのが主人公になって、まあいろいろ恋愛物語を宇治を舞台にやるので、まあ通称宇治十条って言われているんです。で、まあ今回の、このスタンプラリーはその宇治十条の十条分のこう巻きのタイトルに合わせて、そのタイトルにまあゆかりのあるところを巡ろうみたいな企画になっております。なので、私はこのスタンプラリー参加する前はこう宇治十条の舞台を回っていくんかと思ったんですけど、実はそんなことはなくて、宇治十条のその巻の名前、例えば東屋っていう巻の名前とか揚げ巻っていう巻の名前があるんですけど、まあ、その宇治十条のタイトルにこう、まあ、紐付けて宇治の名所を回ろうみたいなことになっているので、まあ、舞台ってわけでもないんだなっていうのを言って知りました。でも結構その源氏物語の、まあ、宇治十条のゆかりのあるところ、例えば浮舟のこう祀られている場所とか、あとその、まあ、宇治十条の舞台になった場所ももちろん回れるので、なので源氏物語ファンの方はぜひ参加してもらえたら楽しいんじゃないかなと思います。もう宇治自体ね、やっぱ源氏物語の聖地って感じがしてとっても楽しかったです。で、ここから見えているのがなんと源氏物語ミュージアムになっております。宇治にはね、源氏物語だけで一つ博物館を作ってしまったっていうミュージアムがあって、この中がすごい楽しいんですよ。ちょっと撮影可能な場所しかあの撮ってないんですけど、あの垣間見を体験ができたりとか、あとそのお香の体験、あの源氏香っていう源氏物語のこう巻の名前に即したお香の遊びができたりして、すごく楽しかったです。源氏物語ミュージアムぜひおすすめです。で、ちょっと源氏物語ミュージアムの映像を見ながら、ここでちょっと宇治十条の話をするとですね、実は国文学会の中でも源氏物語の宇治十条は作者が紫式部じゃないんじゃないか説っていうのが昔からかなり濃厚で、実はその本編と宇治十条でこう使ってる助動詞とか形容詞とかが違うらしいんですよ。まあ、なので紫式部のなんか娘が書いたんじゃないかっていう説もあるし、全然違う作者が二次創作的にこう付け加えたんじゃないかっていう説もあるし、割とね、こう読んでいると確かにその紫式部の書く源氏物語って本編の方は
もう本当にたくさん女の人が出てくるし、そのヒロインの多様さみたいなのがすごく面白いんですよ。まあ、紫の上とね、有名なところだと六条の宮住所とっていうのが有名どころだけでもめっちゃ年下の女性もいれば、こう年上のお姉さんもいるみたいなのがすごく特徴的なのに、宇治十条ってその3人ヒロインがいるんですね。でその3人が大井の君と、中野君と一番有名な浮舟っていう3人のヒロインが出てくるんですけど、なんか3人とも結構性格が似てて、割とこう受け身のヒロイン体質で、かつまあ薫と二宮に男2人に取られるっていう物語の展開も結構似てる感じなので、なんかこんな今まで多様でキャラ被らないヒロイン書いてた人がなんで突然宇治十条になったらこう受け身ヒロインばっかり書くんだみたいな気持ちになるので、まあ、ちょっと作者違う説を出したいファンの気持ちはわかるっていう感じではあります。当時は伊勢物語とかもそうなんですけど、こう写本で、まあ、要は紙に写して物語を伝えていたので、今みたいにコピーしてできる時代じゃないので当たり前なんですけど、まあ、なのでこう途中でちょっと自分の考えた説みたいなのを付け加える人とかも意外といたんですよ。伊勢物語とかも最後にこう付け加えられている文章が残っていたりするので、なので私は源氏物語の宇治十条はファンが二次創作して勝手にそれが作者が書いたものだと伝わってしまった説とか全然あるなって思いました。なんか光源氏が死んだ後、光源氏の息子の話を書く、しかも田舎でっていうのすごい二次創作っぽくないですかとか私はちょっと妄想したりしながら宇治を歩いておりました。はい、というわけでここを回ると、ちゃんとスタンプラリーをクリアできました。手を振っておりますスタンプラリー制覇するとこんな感じの画面がアプリに出てきます。でスタンプラリーの景品も最後観光案内所でもらって帰りました。はい、スタンプラリーが終わりました。全部クリアしたんですけど、最後に宇治十条のスタンプラリーをクリアした人の、まあ、抽選できて、実はですね、じゃん、源氏物語のセットが当たりました。なんと源氏物語ミュージアムのチケット付き。これなんか私が源氏物語セット当たるってこうちょっとできすぎではって自分で思いつつ、やらせではなく普通に当てたっていう、嬉しくないですか。めちゃくちゃ嬉しくないですか。というわけで源氏物語ミュージアムにまた行きます。あと普通に全員もらえるバッジとかももらったので、ぜひ来年も宇治十条スタンプラリーをやってるらしいので、皆さんもチャレンジしてください。めっちゃ嬉しいです。見てくださいこの商品。はい、というわけで、ちなみにですね、源氏物語の話を結構2章に分けて書いた、燃えすぎて絶対忘れない妄想古文っていう新刊が私の発売になっております。はい、とっても綺麗なイラストで、源氏物語の話も結構がっつりしてあるので、ぜひぜひ一緒に読んでもらえると嬉しいです。はい、というわけで宣伝でした。というわけで、見てくださった方ありがとうございました。